じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、あのポータブル冷蔵庫をご提供いただきまして、はい、その紹介になるんですけど、ちょっとね名前が難しいのよ。F40C4TMP さん、はい、っていうメーカーなんですけど、うん、本当だ ね。そのまま呼んだらそうだね。F40C4TMP、うん、っていうメーカー の、あのポータブル冷蔵庫になります。はい。で、まあ、うちがご提供いただいたのは、うん、32リットルのちょっと大きめのやつですね。うん、まあ、今回このお話をですね、まあ、受けた理由につきましては、先日ですね、あのハイエースを購入しましたという動画を上げたと思うんですけど、はい、このハイエースでですね、うん、まあ、車中泊をやっぱりするんですよね。うん、まあ、それを目的にハイエースを購入したんですけど、うん、まず車中泊って言えばね、やっぱりあの食料品なんかのね、うん、冷蔵冷凍はまあ必要不可欠かなということで、はい、まあ、絶対使うものなんですよね、うん、なのでもう元々購入も検討してまして、うん、まあ、どれにしようかなっていうところにお話が来てね、はい、まあ、それならということで、まあ、お受けすることになったんですけど、はい、まあ、早速じゃ開けましょうか、うん、そうだね、うん、私たちも中身を見てないから、そうそうそう、見ながらいろいろ紹介していきたいと思います。はい、届いたままの状態なので、はい、今まだ、はい、まあ、買った、危なっかしい。人の見るとそうだよね。ね。おお。箱の中に箱。これはもしや、マトルシカか。はい、できました。大きい大きい。じゃあ持ち上げるからね、うん、それではですね、箱から出しました。めっちゃでかいね。32リットルって大きいんだね、うん、外箱のこのサイズで、はい、まあ、アマゾンの方で見ながら言ってるんですけど、うん、幅が56センチ径、はい、奥行きが33センチ、うん、高さが 37.7 センチ、はい、になります。うん、で、重たいが、あ、重たいな。本体重量が 11.6 キロ。になります。はい。11.6? わー、だかも重たいもん。で、定格消費電力が 45W。はい。っていう感じですね。うん。じゃあ、開けてみましょうか。中テープが。開けてみて。こっから。うん。どんな風景これ。文字でわかんないんだよね。こう。ん？うん、そうだそうだ、うん、ここだけ、あ、ここ、こうすればわけだ、うん、こうだね、うんうん、はい、おお、あ、大きい大きい、わー、すごい大きい、結構大きい、ね、うん、これは取ってかな、まあ、一旦置いて、うん、あ、ここに仕切りかごがあって、うん、ここは冷蔵スペース、まあ、ここは冷蔵にも使えるし冷凍にも使える部分で、うん、で、ここを冷凍に使った場合、ここを冷蔵に使えるっていう、うんうん、こっちを冷凍として使う場合はここは冷蔵になるんだけど、うん、ここを冷蔵として使う場合はここは多分チルドみたいな感じの温度ぐらいになるんじゃないかな。うーん、まあ、でもここは全体の温度しか設定できないからさ、うんうん、ここが何度、ここが何度とかじゃなくて、ね、そうそう、だからこれを冷凍庫として使うんだったら、うん、まあ、こっちにまあ、氷を作ったり、うん、アイスとかを入れたり、うん、で、ここにビールなんかを置いていると、うん、まあ、そういう使い分けができるんだよね、うんうんうん、だから冷蔵庫だけでいいってなれば、うん、もうその使い道になるしね。だよね。だってその一定の温度しかできないんだったらもうほぼ冷蔵だよね。そうね、うん、うん、これだけで使うんだから、そうそうそう、冷凍庫として使うんだったら、まあ、使い分けが、うん、もう冷凍するものってそんなないからね、うんうん、だから多分私たちが使うのにはやっぱりもう冷蔵として使うことが多いのかな、うん、冷蔵庫としてね、うん、で、ここはライトがつきます、はい、だから夜でもね、ちょっと喉が渇いたという時なんかいいよね、うん、そうだね、うん、じゃあこれちょっと開けてみて、一旦直すよ、うん、あ、蓋も軽いね、うん、そんな重たくはないし、まあ、ここにも何か物を置けるっていうのと、ここも飲み物を置けるね。はい。はい。置いて
ていきます。電源ケーブルで取ってだね。これはなんだ、冷蔵庫の取り扱い説明書。説明書が、じゃあそれではちょっと細かく、これが取り扱い説明書ですね、うん、あ、いろいろ日本語でちゃんと書いてある、うん、あ、いいですね。で、これが本体のシガーソケットから取る用の電源ケーブルですね、うん、車から取ってもいいし、ポータブル電源でもいけるし、うんうんうん、あとこれはクーラーの取って、うん、これちょっと開けてみて、あ、こっちにもあるんだ。へぇこれは何なの？これは普通の、100の AC コンセントから取るようなやつだね。こっちが冷蔵庫本体側。うん、ポータブル冷蔵庫にこっちが差す方で、はいはい、で、これの、この差し込みを、うん、ここのアダプターに入れて、うん、これをコンセントに。はいはいはい、で、家でも使えるし、うん、うちのハイエース、ここにほら、100のコンセントが来てんのよ。ああ、うん。まあ、こういうとこ繋いでもいいし。そうなんだね。うん、まあ、ただこれもバッテリーが、車のバッテリーだからちょっと怖いんだけど、うん、で、こいつね、電圧が下がったらもう勝手に止まるようになってるんだって。うん。だから、バッテリー上がりは、まあ、最悪防げるかも。ああ、そうなんだ。うん、車で使う場合も。でも、気にかけとかないといけないね。そう、ちょっと怖いね。うん。じゃあ、取っ手をつけようか。はい。じゃあ、選手交代。それではこれを取り付けていきますね、はい、あ、一応説明書が英語だけど入ってる。片方つけて、うん、パイプを刺してもう片方止める。あ、ちょっとありがたいかも、レンチ、うん、これ買えばちょっとするよね。あ、そうなの、いや、わからない。だから同じもん、俺こっちだけかと思ってた。だってそれだったら持ってないじゃん、両サイドに決まってるよ。決まってた、うん、思ってた、思ってた。じゃあなんで言ってくれないの。いや、だから何を悩んでるの、付け方が分かんないんだろうなと思ったの。なんで言ってくれないんですか。え、でも普通だったら両サイドに決まってるんで、こっちにまあ取っ手がついてあるんだったら分かるけど。何その、じゃあ早速つけていきますね。はい、お願いします。あ、ここにパイプに切り欠きがあるんですけど、うん、両サイド、うん、ここにほら中にも切り欠きがあって、うん、これがくるくる回らないようになってます。ここ見えるかな、ここね、はいはい、ここにここを合わせて、あ、ほらこれがくるくる回らないように固定されるんだね、うん、感じでつけました。ただこれつをですね、ダボを入れてこうですね、ここがですねヒューズで、あと電源ケーブルを挿す場所、うん、でこれがバッテリーのバッテリープロテクション。ハイとローだね。うん。あ、どのぐらいまで電圧が下がった場合に切りますよっていうものかもね。おそらくね。うん。じゃあケーブルを挿します。詰めた1,2,6,300の350の缶が
5本だな。あ、いや、6本入るわ。このペットボトル、これは無理かもな、寝せないと。これ取ればいい。このまま閉まんないでしょ。ちょっと閉めて。あ、当たるね。あと2本は入るかな。500のペットボトルが3本は入ると思う。1リットルの牛乳パックが縦置きできます。で、350の缶が約全部を使った時に42本で、500のペットボトルが、約20本で、この2リットルのペットボトルが約6本入るそうです。はい、こんな感じで、で今から1時間ぐらいするところにお出かけに行くので、その間車で冷やしていこうと思います。まあ5度ぐらいでいいかも。一般的には0度から6度が冷蔵って言われ、冷蔵らしいから、とりあえず5度で設定しました。コンプレッサーの音、静かで、静かではない気がするな。これ用の専用ケースがあるんだって、ここでもし車中泊をしたって考えた時に結構音が気になる、気になるぐらいある気がする。夜とか特に、そんなすっごいガタガタガタとかブーって言うわけじゃないんだけど、この微妙なこの音がすごいちょっと気になりそうな気がする。水槽ぐらいの音かな。ああ、だそう、そんな感じ、水槽だ。はい、常温のコーラを買ってきたので、これがどのぐらい冷えるか試してみようと思います。さっきも冷えたビールは家でまた直しました。まあ、これじゃないと検証にならないからね、はい、4度だね、4度の設定で、現在この冷蔵庫の中は16度になってます。まあ、またね、1時間後ぐらいに見てみようかな。はい、室内の温度が6度かな、になってます。で、最初設定したのが4度なので、6度だよね。6度だよね、4度だから、あ、冷えてる。あ、本当だ。もう下とかめっちゃ冷えてる。下触って。あ、本当だね。缶はまだかな。缶はまだかもね。こっちが6度だからさ、あ、これは全然冷えてる。あ、本当だね。あ、やっぱこっちはしっかり冷えるね。冷えてるね。で、ポータブル電源は56か7ぐらいを、まあ消費してるんですけど、今の消費電力だとあと7時間ぐらい持つ計算ですね。はい、それではですね、お家の方に帰ってきました。はい、最初にですね、冷蔵庫の電源を入れてから、まあ約ね6時間経ったんですけど、うちのですね、このポータブル電源が、576Wh なんですよね。で、それで約6時間で半分ぐらい電力を消費してます。で、今現在ですね、中が設定温度に近い状態で、コンプレッサーも止まってます。で、保冷されている状態ですね。だから一番最初コンプレッサーが回って温度が安定すれば、多分たまにしか回らないから、そんなには気にならない可能性が出てきました。なんか思ってたより、最初はね、音がうるさいかもっていう話をしたんですけど、これだったら意外にね、車中泊でも快適に使えるんじゃないかなっていう印象ですね。ハイエースの後ろに積んだ状態で、6時間ないぐらいか、移動時間結構あったんですけど、その間は後ろにずっと積んで、走ってたわけなんですけど、音も全然やっぱり走行音でかき消されてて、全く気にならなかったです。問題はやっぱり、ね、寝る時ぐらいかなっていう、で、問題のですね、冷却加減なんですけど、じゃあ開けてみますね。はい、中の状態はね、こんな感じなんですけど、こっちが4度の設定で、で、これが4度に対して、ちょっと温度が高い
状態なんだよね。まあ、キンキンに冷えてるっていうほどではないんですけど、しっかり冷えてます、うん、でこっちはもうあの冷蔵庫で本当にキンキンに冷やしたっていうようなもう感じですよね、うん、まあ、今分かるようにほらちょっとだんだん結露してきてるんですよね、うんうん、これもう冷えてる証拠だもんね、うん、まあ、今のこの状態でそのまま使うとしてもこっちに要冷蔵のものを置いて、うん、こっち側にまあ野菜とかそこまで冷やさなくてもいいようなものを入れるにはちょうどいいよね。そうだね、うん、はい、ということでですね、あの冷蔵機能はまあかなりしっかりしているというのが証明できました、はい、で、まあ、僕たちもね、あの、まあ、車中泊での使い方を想定して、うん、まあ、これをあの選んだわけなんですけど、うん、ただその縦に開くっていうところは言わなくていいの。ああそうね、まあそのさ、うん、まあ、デメリットではないんだけど、そうそうそう、いやこれね、あの他の YouTuber さんもレビューで言ってたの、うん、他の冷蔵庫は、まあ、こっち側に取っ手があって、うん、こう開くのに対して、うん、これはポッチ開きなんですよね、うん、なのでまあ仮にあのどっかの棚の下とか入れる場合、うん、こっからこの高さ分やっぱりなっちゃうのよ、うん、そうそう、あ、ちょっとスケール蓋の長さが約 51.5センチ、うん、で、冷蔵庫の下からで言うとマックスの状態ですね、うん、87.5センチあります、うん、まあ、だからその分は確保しないとフルオープンはできませんよということですね、うん、まあ、だからまあ場所は選ぶかもしれない。私たちもそれを今考えてて、うん、スライド式にこう出す冷蔵庫をスライドで引き出してから開ける作りにするか、そうなると今度は前のスペースに何も置けなくなるよねとかね、うん、そう、なんかまあ一工夫ちょっと必要ですよね、うん、で一応ですね、あの私たちはまあ車中泊で使うって何度も言ってるんですけど、うん、これのポータブル冷蔵庫の、まあ、使い道として車じゃなくてもね、あの部屋の中の片隅でちょっとまあ簡易的に使いたいっていうのもかなりいいと思うんですよ、うんうん、まあ、買ってきた飲み物をさ、あの冷たい状態ですぐ飲みたいとかさ、うん、だからこれでまあ氷をとりあえずあの保存ね、まあ、これ氷も保存できるのでね、部屋の片隅でもいいし、うん、魚釣りのために氷だけこれに入れて持って行って、うん、で車に帰ってきてからこの氷をドバーって入れてもいいし、うん、まあいろいろね使い方はね、あの工夫次第で使えるんじゃないかなと思うんですよね、うん、で、この後ですね、とりあえずもあの冷蔵機能は分かったので、うん、設定温度が今4度に設定して、うん、現在あのこの中が5度で安定してます、うん、はい、で、あのせっかくね、あの氷が作れるっていうことだったので、うん、ちょっと試験的にあの氷を作ってみようと思います、はい、ま、マックスまで下げて氷を作ろうと思うんですけど、うん、電源はもう家の、あのコンセントで電源を取って、うん、でそれであの氷が本当にできるかどうかっていう実験ですね、うん、はい、まあ、ちょっと こからはね、あの興味本位になるので、うん、まあ、簡単に、はい、例えばレビューになっちゃうんですけど、うん、試してみようと思います、はい、でもこれに入るよね。うん、それには入る。来ました来ました。お、ブーティーした。お、回り出した。はい。これがですね、また奥行きが17センチ、うん、横が23センチ、高さがタッパーの高さは 8.5 センチですけど、水はね約それに対しての5センチぐらいですね。うん、のものを入れます、はい、で24時間でしっかりした氷ができるかどうか、はい、中はこんな感じですね、うん、でコーラはそのままでいいかな、はい、で今コーラが、うん、ある場所は冷蔵になります、うん、で氷がある方は冷凍になります、はい、さあどうなることか、はい、また24時間後にお会いしましょう。設定が、設定がマイナス20度設定ですね。に対して今このクーラーの中がマイナス19度まで下がってます。はい、で24時間経ったんですけど、うん、今朝見た時はマイナス18度ぐらいで止まってたんですよね。うんうん、でコンプレッサー自体はあのもうずっと回ってます。うん、で今クーラーボックスをちょっとどかしたら
ちょっとなんか下が濡れてたんですよね、うん、なんかまあ水滴っぽいのがなんだろうと思ったんですけど、うん、で蔵のこっちのこっちは大丈夫だけどこっちはちょっと熱持ってるような感じ、うん、気持ちいい、うん、でこっちの側面は若干冷たいです、はい、ちょっと気持ち結露してるかなっていうぐらいですね、うんうん、で、中の方見てみましょうか、うん、こっちからですけど、いいですか、オープンで、まずね、じゃあちょっとこっちを見たいところなんですけど、うん、甲羅から、うん、あ、もうかなりキンキンだね、触らして、うん、あ、キンキンだね、キンキンですね、キンキンだ、で、凍ってはないです、うん、こっちはマイナス20度なんですけど、うん、こっちは全然凍ってなくて、うん、まあ、かなり温度の低い冷蔵って感じ、うん、でじゃあ問題のこっちの氷ね見てみましょうか、じゃじゃーん、あもう完全に氷だね、すごい、全部凍ってるね、全部凍ってる、中までだよね、中まで、うん、もう芯まで凍ってます、はい、24時間ではもう完全にできるんだ、うん、で実はですね、あの12時間時点で、うん、あの確認したんですよ、うん、映像では残せないんですけど、うん、真ん中の方はまだ凍りきってなくって、うん、なんていうのかな、全体的に 2,3 センチぐらい凍ってる感じ、うんうんうん、全体的に、うん、真ん中はまだあの水があるなっていう感じ、うん、でもう帰ってきてから見たらもう完全に氷でした、はい、こういう使い道もまあなくはないよね、そうだね、うん、まあ、マイナス20度の設定はちょっとあんまり低いかもしれないけど、うん、まあ、氷を作るんだったらね、もしかもこの作ったのを ここでさ保冷しとくっていうかさ、あそうだね、うん、氷のままで持っていきたいっていう場合でも全然いいしね、うんうん、マイナス10度ぐらいでもいいのかな、うん、溶けないぐらいだったら、うん、っていう感じで、はい、出してみましょう、あ、このまま出るかな、あ、このまま出るじゃん、ほら、じゃじゃーん、おお、いいね、お、完全に氷、すごい、あー、なるほど ね、うん、しっかりした氷ができました、はい、ということでですね、うん、こちら あのポータブル冷蔵庫いろいろご紹介したわけなんですけど、どうだったでしょうか、はい、まあ、僕たちはですね、まあ、車中泊で使うのをメインで、あのこのサイズに32リッターにしたわけなんですけど、うん、あのこれのもう一個上のもあるんだよね、うん、サイズが、うん、まあ、逆にその車中泊ではまだそっちの方がいいっていう意見もあるし、これじゃちょっとでかすぎるっていう意見もあるし、うんうんうん、だからもう使い方でねサイズを選べばいいんじゃないかなと思います、はい、え、これより大きいのこれよりまだ大きいのがある、すごいね、うん、でご紹介した通りですね、うん、これはもうあの蓋がこっち方向に開くやつなんで、うん、まあ、これもあの好き嫌いやっぱり分かれると思うんですね、うん、ここら辺もまあ検討しながらですね、はい、はい、ということで今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします、お願いします、それではまた次の動画で会いましょう、バイバイ、バイバイ。Care at all about winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things.